はよ始めようや極道おりやんだんま月曜やぞ日曜の夜やね日曜よえー、26時みたいな朝26時まもなくゲームスタートです身分を確認してくださいさてさて夜が来ました目を閉じてください うん <laughs> かわい,いねえわまた狼かよどうしよっかなよく狼なんねうん俺も狼好きじゃない。 狼勝率が一番高いけどあんまり狼好きじゃない精神が減るそうね碁も強いしねまあいいよ先輩でもやりたいようにやってみろあえて言及しやんとこうんうんさてさて 緊張するようなので、誰も知にませんでした。7番。 のプレイヤーはんのおまじで発言してください。さいはい、7番のゴリゴリです。よろしくお願いします。占い師でした。5番さんがランダムで白と出ました。5番さんがランダムで白と出ました。あは満まあ、最初の一覧でね、進行論言います。柱発言やめてください。私、スムラだからって言っていいよとかね、ムラリがないのでやめてください。あと、初日の投票放棄も、まあ、初日に限らずなんだけれども、投票放棄っていうのは理由があ,り、ま、あとむらりがありません。理由なしの投票放棄はムラリがないのでやめてください。あと、ハンター発砲について。ハンターが発砲しているのは偶数字。生存者数が 偶数の場合のみ、生存者数が偶数っていうのは、えー、とグッチョブが起きた時もしくは、えー、と同票で表形者がいなかった時のみ、生存者数が偶数になります。その場合はグレーに発砲するなりしていいと思います。で、あと、対抗出た時ね、脳死で対抗を打ち抜くんではなくて、えー、と偶数進行になれかねない場合だったら、打たずに空砲だけ出して死んでいくと、それでお願いします。以上、5, <は>5番キャと出てます。8番さん、どうぞ。8番のプレイヤーは、 発言してくださいも8番のキノコです。で村人ジでしたで。7番さん、占いして5番さん、白を把握しました。で5番さん、進行論、えーと語っていただけで、まあ、特に、まあ、気になる点はなかったんで、まあ進行論しか言うこと,ない,からうとこないかなって感じかな、うん。で、まあ、進行論で気になるところもなかったんでね。うん、まあ、なも言うことないかな。うん、ああまあ、ああ俺は柱発言するよ。 今日俺釣ってもいいよ。俺村人陣営ね。<laughs> 釣りだけは俺釣っていいよ。以上。九番のプレイヤーは発言してください。<laughs> えっと、八番は七番の進行論を聞いて、七番の進行論に怪しい点はないって納得して。 え柱発言をしてるんですか <laughs> 8番は柱発言をダメだという7番の進行論を聞いた上で柱発言をしてるんでしたら8番つ釣りますけど、うん、何の無駄にもありませんよ。うん、さっき無駄に聞いたはずでは、うんはい、8番釣りたいです。めちゃくちゃ印象が悪いです。で、僕が進行論を述べるとすれば、うん、そうだな。 うん、役職者は無理,無理に黒くならないでください。役職者は無理に黒くならないでください。<laughs> 役職者は黒くなってしまうとな、ねえー、変なラインが見えてしまいます。裏、えー、置にもなってしまうのも、えー、何の理もありません、えー。黒くならないでください。あ,あとは逆に白い理論をやめてください、えーと。村に怪しまれるのは理由があって怪しまれているんですん、えー。理由があって怪しまれている一応を逆に白いと言ってはいけません。以上です。1番のプレイヤーは 発言してください。 はいおはようございます。占い CEO です。4番3、白です。4番3、白です。で、8番さん9番さん7番さん対抗はとりあえずよくわからないです。トップバッターなので狼、狼狂人どちらもあると考えております。8番さんの柱発言ですが、7番さんの結果的に喧嘩を打った形なんじゃないですか。うん。8番さん目線も7番さんがどうかわからないですよね。なので、8番さんの意見はかなり強気だったと思います。え強気の発言からしてあ、柱発言は確かにいらなかった。いらなかったけど、えー、それを村要素と見ています。白要素ではございません。村要素と見ております。9番さん8番番、 番さん釣りたいその気持ちはわかりますが8番さんに村要素感じませんでしたか ?9、うん、番さん、えー、その辺ちょっと聞きたかったですね村りがないから釣りたいわかるんですけど8番さんの発言ってかなり、えー、喧嘩売ることだと思うんですよ8番さんの目線7が進化どうかわからないんだから、うん、ですよねだからそこを僕村要素と取りましたえーうんそ,そうですね9番さんの意見はもっともなんだけど8、えー、番さんの意見に対してもうちょっと精査してほしかったかなっていう印象です4番34以上 2>, 2番のプレイヤーは発言してください ははいいおはようございます、えー、7番さんに関しては、まあ、ハンターの発砲論と投票放棄の進行論、特に怪しい点はないです。えー、対して1番さんは8を村要素と取った、まあ、白要素と取らないけど村要素と取った、確かにいきなりの柱発言、えー、村の可能性はかなり高い、えー、ただ柱発言した人をそれで白置きして残すことは自分はできない、えー、なので今日は8釣りでいいと思います、えーで。9番さんに関してはその8への指摘ですね。 え7番さんの柱発言やめてという発言に納得しつつ柱発言をしたという矛盾をつけていたので、まあ、89で比べた時に圧倒的に9の印象がいい今日の進行としては8を釣るかもしくはフルオープンして、えーまあ、その役職以外を釣るっていう進行がいいと思っています、うん、8番さん、まあ、狼で柱発言するとは思えないのでまあフルオープンして8以外8、まあ、も含めてグレーで釣るかもしくは柱発言した8を釣るかっていう進行がいいと思っています 3番のプレイヤーは発言してください。 はい71が54に白を出し把握しましたで僕8番に関してはぶっちゃけこの村ってチャット使用できません8番の動きってのはワンチャン役職なんじゃないかなっていうふうに考えていますだからそこで安易に8番を釣りたいと言ってる急には結構怪しい71に関しては普通にフラットに見ているんだけども、えー、どちらも怪しい点ないかなというところ急、えー、には8を押すとりあえず8番の役職の有無を感じ考えるべきでしょう柱発言が出た正直ムラりねえよ印象は悪いただ8番が役職だって そそれをを釣釣るるのは村としててだそこを安易に釣るっていう8番役職ムーブの可能性も全然ある、えー、そこで黒を塗ってきた人間がって味方するのもあるからなうんだから8番安易に行くっていうところがある正直とりあえず役職を聞くべき役職ないんだったら普通に8釣りだよ、えー、だから急にがそこで釣りたいっていうのはあんまり白いとは思えないっていうところかな、まあ、とりあえず今現状釣り位置は8だよ4番のプレイヤーは すむらちゅうさん。はい、おはようございます。占い結果ももろもろ把握いたしました。えー、と占い信ずいたフラットに見ております。八、えーね、番さんについて議論が展開されているんですが、うん、自分は普通に急に、急に2番さんの意見が正しいと思ったんです番さんの急に対して、ちょっと若干殴ったのは不思議だなと思っております。えー、普通にむらりないでしょう。その柱発言した人は釣るべきだと思う。で、二番さんに関しては2週目の発言。 というか、まあ、FO に関して、えー、言っているので、うん、8番さんが役くなかったらっていうことをちゃんと言ってるんで、そこ3番さん把握をしているので、3番さんが黒いかなって思いました。普通に村の、えー、感情としては、8番さん釣りたいのは当たり前だと思います。8番さんに関しては普通だと思います。8番さんは、えー、二巡目発言伸びずに、えー、そのまま走らせるんだったら8番さん釣るべきだと思います。今、怪しいと思っているのは3です。以上です。5番。 のプレイヤーはは発言くださいい8番から役職がなければ僕も8番を釣ります。ただ8番の村要素を1番さんが言っていたけれどもそれはわからなくもない。8番が狼の可能性もある。8番が狼で柱発言をして初日もし釣りながらできた場合、8番さん最終日で残る可能性が高いという点から僕は8番狼の可能性があるから8番が役職なければ今日8番釣りをしたい。で気になったのは僕2番さんですね。2番さんは8番釣りをしていた、そこは別にいいんだけれども。 <え>うん、フルオープンを提案していたえ。2番さんの発言順ってまだ半分なんだよね。半分の場面でそこでフルオープンを提案する。えもし占いに狼がいた場合、フルオープンに関してはちょっと考えるべきだと思っている。えーるね、2>, 2番さんに関してはその段階でフルオープンを提案した。ちょっと強人っぽいね。2番さん強人で占いに狼がいるのが透けていたからこそフルオープンを提案した。僕にはそういうふうに感じてしまった、ねう。な 2>, 2番さんの発言内容は。 で3番さんに関してはまあ8番さんの役職がなければ釣りたいという意見は一緒なんだけれども8番さんを釣りたくない釣り落ちた9番2番が怪しいというのその黒塗りは若干無理があると思ってるうん8番釣りになる流れは当たり前だと思ってるよそこで釣り落ちた9人を黒く見た3番さんは若干無理な黒塗りをしてる印象という点で釣りたいのは8番だけれども黒く見てるのは2番3番かな2番さんのフルオープン発言がすごい強靭っぽかった 占いいいいるるのが透けけててんじゃないかなかっていう印象を受けた、まあ、8番さんの役職次第釣りたいのは8黒いと思ってるのは23以上6番のプレイヤーは発言してくださいはいコインがないので簡潔に喋りますえー、とまず釣りたいと思ってるのは8番さんですで8番さん役職があるんだったら使用をしてください、うん えー、でまあ、えー、次黒いと思ってるのが2番、えー。2番黒いと思ってる理由は8番を打つかもしくはフルオープンっていうコピス両方複合でもいいと思っているんですが、ただもしくはっていうところがフルオープンなかったら8番を打いたいというふうにアンに促しているような狼なのかなというふうにも見えました。でまた、えー、次に黒く見てるの3番さん。えー、3番さんは、えーまあ、8番に役職しようを促していたんですが。えー え促していたんですが、えー、まあ8番の発言、えまあそもそもえっと柱発言をしていて、そこにムラいは全くないし、えー、なんなら僕は強靭もあり得るんじゃないかと思っている、いえそういう目線でまあもし仮に強靭であるならば、役職家だって対抗さ出してくれよと言っているメッセージにもちょっと聞こえたとなってくると、占いのかも出ている可能性というのはかなりある、えー、まあ5番さんと便乗っぽい発言になっていますが、え9番さんはかなりと思っています以上す。7番 のプレイヤーは発言してください、さいはいまず今日釣るべきところは8以外絶対いない。8以外釣るのは意味がわからない。まず8は、えっと、柱発言をしてる。で8が2周目の発言で次、えっと役職使用した場合、釣り1は5と6の一手という2か3のどちらかになる。どっちのクリオスも言っていく。まず2番から。2番は8番が狼だったら、えっと、対抗の1番、人害の1番も言っている。8番が狼だったら柱発言するか、そこが村要素であるというふうに言っている。2番も同様。8が狼だったら柱発言するかなというふうに発言した。でだ。 で、その後、8番を釣るか、もしくはフルオープン、6番が今言ったとおり、もしくはフルオープンって言った。フルオープンした場合の後の発言は、フルオープンしてその後に8以外のグレー、もしくは8を含めたグレーって言ったんだよ。8を含めないグレーって言ったのは意味がわかんない。なぜ8を含めない 言おうとしたのかが、意味がわかんない。八は初日の段階でつむら発言しながらつるべき。初日つらんやったか、ご番の言った通り最終日まで残る。ね、なのにそこでフルオープンした後の話で、八以外のグレー、もしくは八を含んだグレーと場合分けをしたのが意味がわからない。場合分けをする必要はない。グレーからつるべきだ。だからそこがまず黒い。 で次3番。3番は、えっと、安易に8つりといった急にがおかしいと言っていたが、そこで急にはおかしくない。あの場面8つりを押す以外何をするべきなんだろう、村人陣営はと思ったね。だって、もし役職ケアをするんだったら2周目でいいだろう。2周目で8番が役職使用したんだったら、そこで8以外からどうこうっていうふうになるし、92のは置だったり、8番しか殴るとほとんどない。 よなだからそこで8が柱発言してんだからそこを殴るのは妥当である。だから3番もおかしい。っていうところを指摘した4は対抗の形だけど、過去は今のところないかなと思っている。で 6, 番もうん、6番も怪しくなかったかな。ん特になんか白っぽいというふうに発言はなかったけど、6番は怪しくないというところ。だから今日は兄さんのどちらかだと思っているので、6番は何かを指摘してみようと思っています。1、まあ、的にも1番は強じかなって。9についた色違いがないです。かか白くも特もない。以上。8番のプレイヤーは発言してください。えー まあ俺生存良くないんでね。俺釣ってもらってもいいよ。俺役職ないんで。うん。多分7番強人かな。<laughs> 俺のハクモれだったら申し訳ないけど。7ね、今日の釣り1、2、3か5、6って言ったんだよね。確か7番って5に白を出したよね。なんで5、6って言ったんかな。気になったね。うんで、そうだな。2番はね、確かにふわふわしてたよね。結局なんかグレー、あの、役職フルオープンの話してて。 8以外からのグレーってグレーからつろうみたいな発言ちょっと気になったかなで3番も黒いと思ったサイクロにいいねうんなんか俺の役職もし俺が役職だった場合のなんか保険をかけてた感じがした発言で5もねなんかおかしいよね発言なんか 2, 2が狂人みたいな狂人の線追ってたよね6番8強って言ってたかななんか引っかかったかな以上これ釣られてもいいよ以上。9番 のプレイヤーは発言してください。はい結論を言うならハチを釣ります。えー、そうですねグレイ,ダイアシンデラン、えード野心では二さんえ二番さんのうん,うーん FO 提案 FO 提案ですねうーん FO がそもそも占い師 の時に f o 提案がそもそも弱いこと、ねえー、f o 提案はそもそも2週目以降にすべきだと俺は考えている。かつ、そもそも8を釣る流れが多分どうせ出来上がるってあることは目に見えている。8を釣れば役職全すでいい。役職は役職を持ってないことは明白なので、8を釣れば役職全すでいいと思っています。うん、そこが2番さんに対して引っかかった要素。6番さ、うん6番3は2に突っ込んでいた。5のが2に突っ込んでいたが、うんまあ、6番は別に白い要素はないけど、まあ、突っ込んではいたから、うん 感じかな <laughs>。うんでさんまさんね。さんまさんはね。あの？ 2級を黒く見た8から村要素を8は役職というケアをしていないから8を釣り地に上げるべきではないという発言をしているのにかかわらず、うん、最,最後に8つり、今日8つりって言ってんだよねいや約束があるんだと言、うん、っていた感じ。<て>に8を釣りを押している2級が黒いのであればあなたはん今日8つりって言ってるのは全然なんか釈然としないというかどういう視点を持ってるのか全然わかりませんでした。ただ黒目したかっただけではと思っているのでうんうん3が一番黒くて2番が時点かな。今日は8を釣ろうと思っています。であと占いシーン 危険なついてなんですけど、一番さんがなんだっけな、八、えー、番さんのその要素としてムラ要素を感じないのかと言っていますが、うん柱に対してムラ要素を感じますかね？柱って生かしてはおけませんよね。うん、柱を一日に生かしておくとそれは永遠に釣れないということになってしまうので、柱からムラ要素を感じて釣らないという進行取ってしまうといけないかなと思っています。八からムラ要素を感じるのは危険な人だと思っています。以上です。一番。 のプレイヤーは発言してくださいーはい o k o k 八を釣らないって言ってるわけじゃないんだ9番さんには八から村要素は感じませんでしたか村にないから釣るのは大いに賛成って言ったんですよねうんでまあ結果,結果的に八番釣ることになるでしょう、うん、でえっ、ー、とちょっと対抗を殴りたいんだけども八、えー、釣り以外ありえないって言ったけど八って1周目でさスム,ラせスムラ宣言してんだしてないよね別にスムラ宣言してなかったでしょ八はスムラ宣言してます今日は釣り以外ありえませんって八がもしかしたらハンター狩りよ出るかもしれないのでなんで八釣りをするのって感じなんですよねうんんだろう だから、その発言から7、7と8黒もあるわけでしょそれで勝つね。勝つ。だから、7は8をその時点で釣り寄せるってことは、7はオオカミなんじゃないのと思っちゃった。で、それが、えー、なんだろう、7オオカミじゃないのと思ったのが、やっぱ2番さんと5番さんの発言。うん、2番さんの FO 提案をそのオオカミで追ってないのかって、俺もちょっと思ったんだって。でも、その5番さんの位置から出るから、5番さんが2番さんに強を塗りたい可能性もあって、2・5はどっちも強で追える位置だと思ってる、うん。で、さっきの2周目の、うん ?2 周目 ?2 周目か。あ2周目か。 7番さんの発言から占い狼なんじゃないかと思っている。となるとですよ。となると、8を白で考えたときに、7番が2と3しか殴ってないんだよ。これどっちか相方言うてるなと思ってます。占い線にします。2番か3番どちらから占います。<華>えー、狂人名がある2番さん、えー、ん狂人名が2、5であるので、えー、どちらかというと3番さんを占いたいと思ってます。占い線にしときます。う,ん、うんとね、うん、対抗の白だけど5番さんが一番白く感じましたが、えー、狂人がね、えっ、ー、と何、2番を狂人塗りたい発言とも、 見れてしまうので何とも言えないところただ発言の内容は一番語が広いと感じました以上ミカさんで占いたいと考えております、うん、今日は発言ですかね二番のプレイヤーは発言してください はい、えー、すいません、1週目、自分がフルオープン提案したのは、完全に17を心境で見ていたから、占い狼という視点が漏れていました、そこは申し訳ない。えー、ただですね、5番さんが、えー、っと2を、2, 3を強靭で見る、で6番さんが、えー、5、8を強靭で見る。 5、6もどちらも強靭塗りする場所を探していることから本当に1、7どちらか狼が出ている可能性はあると思っています。えー、結論から言うと今日は8番さん釣りでいいです。8番さんおそらく村でしょうけど全く村りがない、えー、今日は8釣り。でサイクロで思っているのは3番さん。3番さんは8が役の可能性もあるって言いましたが8番さん役であのムーブする。 ことって全くないですよね自分はそんなな全くなかったですそこで8を釣りをした2級を黒く見るっていうのはかなり雑な黒塗りに感じました。だって柱発見してるんだから普通に役ないと思うのがまあ、真っ当な思考じゃないですか。で結局3番さんも最終的には鉢釣りには同意していたので役がなければっていうことで2級への黒塗りがずつ雑に感じました。えそこに、えー、指摘初めて指摘した4番さんは白いと思った。 えー、5、6に関しては、うんまあ、もし占いにオオカミが出ているなら、強、え、人、ー、塗りする場所を探していることから強人目は高い。占い心境であれば、5番さんは白いと思う。若干便乗気味だったら6番さんが時点で黒いかな。うんなので、えー、3と6が黒くて、まあ、8は色は分からないけど、今日はり。9番さんに関してはまだ色は落ちていない。4番さんは白いっていう感じです。以上。3番のプレイヤーは 発言してください。はい、初めに言っておきます。8番から役職 CEO があるかどうかの確認をしてないのが急にのおかしい点。8番から出るんだったらそれは絶対に釣れない。で、僕、8番正直ハンターだと思っていた。えー、ああいうことするやつ、ハンターに多いと思ってる。ただ、えー、CEO がないんだったら圧倒的8番釣り。釣り位置を明確にしただけです。えー、役職 CEO 出ろと。あるんだったらという発言でした。で、俺、結構引っかかってるのが、2番も正直黒いんだけど、6級ラインがかなり気になる。えー、結局。 6番っていうのは、2番もさっきそうだけどさ、占いオオカミ考えんの ?7 番から始まってんだろ普通、信教で見ない。えー、僕、普通に心境で、現段階でも見ている。で、6番っていうのは、えー、占いにオオカミが出てるっていう推察をしたにもかかわらず、じゃあ、7、1、どっちかオオカミなんだよな、6番視点。8番、狂人っていう発言もあった。8番、狂なら絶対 C をしてると思うけどな。 あ、先に言うと、8番が狼だった場合っていうのは相方は絶対切り捨ててると思います。だから8番は村であれ狼であれもうわかんねえけど、えー、とりあえず村で置くな。次一ではあるけど、6番は8番を強で見るのに71狼で見るって言ったら、じゃあ4五の精査とかももっと大事になってくるのにそこが薄かったっていうのもすごく気になる。で、9番っていうのはその怪しい6番に一切触れなかったっていうのが俺はすごい怪しく感じた。だなぁ、そうな、9番がまあ23叩く、8、 ごめん、ちょっとわかんねえけど、とりあえず6番はすげえ、俺は怪しいなっていう風に感じたっていう発言しておきます。てかごめん、基本的に黒い人が多い。俺も黒く見られてるのかもしんないけど、投票は8でいいけど、えー、6、9にすべて黒く映っています。4 5に関して、うーん、俺、かっこいいないと思ってます。現段階で。別に4 5両方おかしい発言をしていない。 なんで普通に今日8でいいけど、まあ、8が白であるなら6九人に2狼いるだろうなっていう視点です。ラインとして濃いのは6九の方が濃いと思ってる以上4番のプレイヤーは発言してください。はい2巡目え。結論から今日は8番釣ります。ですが8番はおそらく村でしょう。だから3人がいると思っております。1番さんが箱盛してたんですけど8番さんは1日目から須村です。 っって言って言ました。3番さんもかなはくもれですね。2番さんに関してフルオープン低音は自分は全く悪くないと思いました。占い心境で、あの時点で見るのは妥当だと思います。ですが、5番さんから強人が2番さんにいるという発視点が出てきたところから自分は雲行きが怪しくなってきたなということです。そうだうね。これをっ,っ,っていったところからかなり大俺多くの人に分かれていると思うんだけど、ね、した。ですが、1番さんがオオカミ。 であれ六九狼だよねーー多分に行もしくはどこには黒塗りされてるあそこでフルオープン点は黒くないと思う 1>, 1番三を真に見ていますなぜなら、えー、自分はハンターだからですえー、そう考えた時に一番濃いのは五、えー、番さんが狂人五番って、えー、狂人一を塗りつけたかった七番さんが狼で七、えー、番さんの相方が六九三のどこかにいる 3番さんの発言から1番、3番、37のラインが濃いかなというふうに感じます。よくわかったね。心境で,で見るというより、今のラインとしては完全に真、老が正しいと思います。なので3番さんのスペイはかなりブレている。6級のラインはどこから見えたのか全くわからないというところで3番さんがサイクロ。今日は8番さんを釣るしかないが、自分は裏い狼が出ていると思っている。 一番最、えー、占いオオカミ出てるって思番がオオカミう。俺絶対心境で見るんだけど。ちょっとよくわからない。もしかしたらうん。5番。5の発言が臭いからか。発言してください。うん。占いオオカミの意見が多いですね。僕は今のところ一週目の段階では分からなかったが、7番一番の発言を聞いて占いオオカミの可能性は高いという感じをした。一、まあ、番さんも言ってたけど、7番が教授の場合、8番を釣りをするのはリスクあると思うから。 そういう面の7番狼はあるね。ただ1番さんも狼目がある。1番さんは7番の狼を村に追わせたかった。ものすごい強調してたよね。7番の狼を強調していた。そういう点から1番の狼もあると思ってる。<ー>だから7、1どっちか占いに狼出てる可能性全然あると思ってるね。で、えー、と8番さん今日は8番さんを釣ります。で、まあ、2番3番。三、まあ、番さんに関しては、えー、と3番さん占いして、あまりいい行動ではないと思っている。が、まあ、1番が狼で、えー、3番さん、まあ8番さんの役職のことを気にしていたから、 津村っぽい3番さん占いしてあえてかまないで明日黒を打つこういうプランがあったとも取れるが、えー、3番さんは1番さんに占い指定されてかなり焦ってるような印象を受けたふわふわしてるような印象を受けた,たこれはまあ明日こら勝て明で以降のは難しい6番9番に関しては全く色が落ちないね6番さんに関しては1周目の発言で僕のほとんど微ったー9番さんに関しても、えー、グレースケールが、えー、村目線がヘイト向いていた23に 対してグレスケを上げていたという点から6級が一番色が見えないここに狼がいた場合は精査しづらいかなっていったところとりあえず今日は僕は8番釣りでいいと思うよ8番さんは情報が落ちないから占い狼または3番狼<ー>この線はあると思うが明日の精査でいいと思ってるまあ占い結果も含めてねうん。まあ、2番さん 2>,、ね、2週目は今日僕の僕はなかったけどやはりあのフルオープンテーマはすごい強靭に見えてしまったかな 今日は8番のでうそう2番の狂人は結構無理あると思うけどな。のプレイヤーは発言してください。はい、えー、コインが全くないので、えっ、ー、と結論から話します。えー、まず8番を釣ります、えー。一番黒いと思ったいるのは3番、えー。3番を黒いと思っている理由は、えっ、ー、と謎の、えー、ハンターが柱発言をすることが最近多いとか。 最近多いんじゃな、ね、るでしょうかそういうことするやつどこの世界線で生きているのかわからない弁明を長々としていたところ、えー、その後、まあと、えー、僕と9番に一生懸命黒煮をしているところは、えー、かなり必死の狼だなと思いました。でまた同時に、い占い心境を必死に訴えているというところからも、占い狼の線は、 えー、まあ2周回ってら占いこ、ね、の場合は3番はおそらく黒でしょう。5がちだからか。1、えー、番3っていうのは正解かもしれないし、逆にそこに白を出す占らいしっていうのは僕はかなり立面に見た方がいいんじゃないかなと思ってます。えー、もう8秒しかないので終わります以上です。投票を始めてください。じゃないソ、これはやべえ。 1番のプレイヤーが選ばれました録画変な今日アップしてきたやべえ8番のプレイヤーは発言してくださいえー、6番なんで投票放棄したんですかねまあ俺が今うん、俺は自分投票したけど俺は本当生存良くないからうん、やる気ないからねで俺ね3番黒いと思ったんだよ6級の LINE とか 疑ってたからあるだろ、6級ラインけど。盤面的に見ると、みんな、ね、矢印が3番に向いてんだよね。お前、オオカミだろみたいな。そういう面で3番って、ね、相方いないんだよね。俺目線 <laughs> 7番なんだよだから、矢印がみんな3番に向いてる中、うん。漢3番が人狼だった場合、相方いないからね。うん,うん。3番なんか白く見えてきたわ。うん。で、6級のライン見たのはちょっとわからんけどね。うん。で俺が今黒いところにあんだろう<で> 不信郷だぜ 2> だ。2番はね、2周目白くなったね。うん、6番が黒い理由は、やっぱねあの、こいつね、ずっとね、2周目からね、ずっと便乗なんだよ、5番、うん。5番の便乗だよね。く5が3番殴ったから、6も3番なんか、乗っかって殴ってきた感じがする。うん、で俺ね、5が黒いと思うよ。占い師にお振動で見てるよね、こいつ。どういう根拠があってそういう考察ができるのって思うわ。 うん、5番盤面見えてる人狼じゃないの ?2, 2, あってあ2人追ってたしさ。なんか盤面見えすぎだろ5番。お前人狼だろ絶対。うんで、六もおかしいし、<laughs> 普,通に普通に3番しか見えな普通いし、心境で見るんだよ普通はな、うんまあ普通はそうだよな。俺もそう思うんだけど。うん、56黒いと思うわ。9番はよくわからんけど。以上。アザシャ夜が来ました。目を閉じてください。 占い狼追われすぎじゃね<ジ>なんでかがわかんないマジでわかんないなんで占い狼,狼が追われてるんだよ分からん俺が8を押したからっていうのが狼よさにならないしうん,ないん、ね、5番が2番の狂人を探してたからってことこれもう4カムしかない,いか俺占われたらもう、うん、で4カムで6いや5、6、2の狂人なんだけどこれ6に黒打ちますこれ6の黒よさひす。<れ><で>4番なぁ4番正直グッジョブやろなこれはい頑張りましょう、はい これ占い狼でおか普通お前ら見すぎやろ占い狼を絶対心境で見るわ俺村目線やったら5の発言からか朝が来ました そうだよな,そうな,るよなこれ6番のプレイヤーは発言してくださいーはい、えー、3黒6黒なるほど、えー、じゃあまあ一番芯で、えー、3狼確定ですねはいで、えー、まあ7が、えー、本当に狼か強人かっていうところは分かりませんが、えー、人外は確定しているので7に行っていただきたいです、えー もし7が強靭だった場合の相方1、うんあちなみにあの僕、菅村なので、えっと、295に狩リ猟猟いるなら出ていただきたいなと思っていますが、えーまあ、2番がもし狩猟猟じゃなければ相方1、2番じゃないかなと思ってますで、ます、あ、9番さんに関して特別白いとは思いませんが、えー、やっぱりまあちょっと印象があまりないっていうところがあります。えー、なので、えー あ、ちなみにもう10秒しかないんですけど、えっと僕はまず今日7つりしか飲めません、もしくは3番つりしか飲めませんっていうところなので、ええー、まあ1か7個を決め打っていただきたいです。助け入っていきます。1>, 1か7を決め打つ。いや、俺は6つりしか押さない。7番のプレイヤーは。 発言してください,ださいはいもうまずもう分かってくれてると思う6は今3を押すべきなのに僕を押してるまずその人に人外確定だ6番の黒要素は昨日の2週目の発言693が69ライン塗ったのは雑だって言ってるけど3番はちゃんと理由も言ってるし6番は初日からずっと5の便乗で強人がどうこうで占い狼の話 いいか聞いてくれよ。まず、俺が蜂を釣りをしたことから、俺が人道目が高いって言われているのが意味が分かんない。えっと、狂人っていうのは狼を釣りたくないんだよな、みんな言ってるよな。おって狂人は狼,、えっと、狼を釣りたくないから、っえっと、蜂を押してるのはおかしいって。一番は、いいか。一番は蜂に村要素を感じたと言っている。だったら狂人、俺が狂人って未来い見えるだろう。俺が蜂、村っぽいと思っている蜂を押しているんだから。なのに、そこで俺を狼に見えてるるていうのは意味が分かんない。まず理屈が通っていない。その時点で一は破要� 感じているのにそこを押した7番がオオカミだと言っているんだよ。よこれはブーメランぶっ刺され、これは1がオオカミだからそういう発言をしているんじゃないかとも見えた。だから、そらそうはおっていない。巨人置がわからないから。うん、6がオオカミです。6がオオカミが今日は絶対に6釣り。うん,うん。でね、まず、村に言いたいが、3番占いを絶対にありえない。昨日のみんなの発言を聞いていたら3番占いを絶対にしない。新占い師をするべき行動でない。なぜか、3番は全員から、ほとんど全員から一番サイクルと置かれていた。4のハンターしかり、 6もかなそう。で、8を言う言語で違ったけども、ほとんど3がサイクルで置い,て置いていた。だったら3以外を占って、一番黒があり得るところを占って、白が出たんだったら3釣り、そこ以外で黒がやったらそこを釣るべきだろう。村人の相違では3が黒だというふうに昨日言っているんだったら3を占うのは絶対に違う。もう一度が見つけられない可能性があるから、まあ、そこから気づいてほしい。だから俺したら6、3オも全然ある。まあそうだとりあえず、絶対六釣りが飲めない。発言後だから、発言最初だから厳しいのが6絶対狼だから6釣っ,ってくれ。 9番のプレイヤーは発言してください。1>, 1が占いオオカミを追うんだったら3以外の占いがありえないのでは ?37 オオカミを追ってるのに37以外占う人います。グレーだったら絶対3占いでしょう。何を言ってるんだ7番は ?6 だろこれ。69オオカミを追うして62オオカミ何で終わないの ?6 について叩いたのは3番だけだと思っているけど62オオカミを追わない理由は何うん。 っていうのがすごく三に気になっている。6番さんは、うん、そもそも5番の便乗しかしていないので、正直わからないで。ただ3番は1周目の8番に対する謎の <laughs> 謎の黒塗り、2級に対する謎の黒塗り、全然理由を説明しても何も理解できない。うん、普通に8は <laughs> ハンターで、ハン,ハンターだから、とい時が多いから、うんたらかんたらとか、別にそれで2級黒くならないでしょ。仮にあなたがそう思ったとしても2級は黒くならないでしょ、その理由では。うん 3のその弁明の理由も全然わからないのと69のない62ラインは何でないのっていうところが全然全然理解できない <laughs> 9番62ラインはない,いのか7番さんの1が狼じゃない1が何 3, 3占いがおかしいって発言もおかしいかなって思ってるので俺は3を釣りをしたいと思っていますがうんかなうんあとはなんだろうな信、うん、教で見れる盤面でしたか そもそも、うんうんなんで心境で見てるんだろう、うん、それも3番に聞きたい。心境で見てる理由がわからない。普通心境で見ると言ってるけど、この番面で普通,普通に心境で見るに当てはまるのかが全然わからない。えー、2>, ななな2番さんの番目のある発言、5番さんが、えー、2番さんにそう指摘している番面で、なぜ普通心境で見るんでしょう分かりません。以上です。うん1番のプレイヤーは発言してください。 まず3が黒出てるんだけど7番から行こうか <laughs> 何をそんなに焦ってんのかっていう俺が人狼名高いって言われてるけどって言うけども5番さん昨日「1番狼全然ありえるよね」って言って7番だけじゃないんだよね狼目。俺も4番さんからも「まあ、私ハンターに白出してるから1番の狼薄いのかもね」だけだったんだよね。 だから別に俺もオカミ塗られてるのになんで自分がオカミでしか塗られてないみたいなそういうなんだろう自己かなりこの防御感んクソ焦ってるような感じしましたねそれから僕の発言破綻って言ってましたが全然破綻してないんですよまず8番さんに村要素を感じませんでしたか9番さんって9番さんに問いかけたんですね8番さんに村要素を僕は感じたんですけど9番さん感じなかったわけでしょ7番さんが感じたかどうかなんて7番さんあなた発言してませんよね なのに俺がそこに釣りを押すのは当たりおかしくないですか？だったら狂人で見るでしょ？って言うけど、いやだからあなた八番さんを村で見てるかどうかも言ってないんだから、そんなのよくわかわからないですよね。 何を言ってるんだっていう感じで破綻っていうか7番さんの言ってることが全く理解できませんでした。うん、はい村の皆さん7番さんすごく焦ってると感じませんでしたか？これ37狼って自白してる感じちょっとしませんでしたか？うん。いやしないです。昨日の一日目僕占い2号が狂人っぽいから占い狼もあるかもねとしか僕は言ってないんですよ。なんでそんなに焦るのかなという印象です。うん3番黒なんですけどえー、っとね相方位置が分かりません。昨日かなり3番叩かれていたのでうんだから。 え今のところ3番の相方わからないんですが今日はとりあえず3に黒出てるので3つってくださいよろしくお願いします 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいはいえと今の1番さんの発言がよくわからない1番さんって今37狼で見ているって言った後に3の相方がわからない1番さんは結局7をしん、うん、え今日で見ているのか狼で見ているかっていう視点がブレブレで1番さん真だったら3の黒要素をもっと上げるべき、えー、確かに 占いナイオカミを追ってる人が多いことから、えーまあ、どこかに強人が潜伏していて、本当に占いナイオカミいうパターンもあるけど、一番差目線7の強人かオかカミかいうのは分からないはずだから、そこより3の黒要素をまず上、うん、げるべきなんですよ。うーんで3と6で比べたら、やっぱり昨日の3番さんの発言はかなり黒かった。最終的に69ラインっていうのを9が6に触れてなかったっていうのと、2にも黒塗りして、グレーに6、2、69全部黒塗りしてるんですよね。だから3と6で精査したときに3の方が黒かったんですけど、今の一番差。 の発言でかなり新芽が落ちたので、うん、え迷っていますで今日グッジョブが起きてるので必ずカリウッド出てください3か5番ってことですよねここまで出てないってことはで占い神に来てるんだったら占いの内訳は心境でほぼほぼいいと思っていますだからグッジョブ先も重要になってくるまあ、例えば3番さんカリウッド7も1番さん破綻なので6釣りでいいうーん3と6、まあ、ただ6番さんがずっと5番さんの便乗だったから5、6ラインあるのかなって思ったんですけど5、6ラインがなくなった 1>, 1が3に、えー、黒出してるからねそこはちょっと安心したところうんどうだろうちょっと3番さんの発言聞いて3と6どちらかに入れるか決めるんですが1番さんの視点がおかしかったの今3七で追っていながら3の相方がいないってどういうことなんだろうって思っていてうんまあ3番さんの発言聞いてちょっとどっちに入れるか決めます3番のプレイヤーは発言してください はい。今日絶対私釣られるわけにはいきません。今日6番を釣ってください。6番間違いなく黒です。で、8番は結局白でしょ、あれは。えー、あそこの柱発言。まあ、正直ムラリは一切ない。っていうか、そもそも俺はもう6級狼でほぼほぼロックしてます。2番っていうのはそうだよ。えー、初日からフルオープンの提案、1巡目のあそこでは確かにタイミングが早いかもしんない。っていうか、なんで9番が占い狼で見てんのかがわかんない。確かに今日1番が黒を出してきたっていう点でそういう可能性はあるけど、昨日の段階でんで そう見た。これはハンターにも言えることだ。えー、僕は7番が新占い、1番は人外、で、6番の狼が確定しています。で、まあ、俺正直まだ1番、 でも、狼目もあるけど、やっぱり6級狼で見ている9番の視点がおかしい。9番っていうのは2番と3番を黒く見るという発言があった。で、今日6番が9番の印象ない。なんで9番の印象がねえんだ、急にっていうところ。で、9番が6番はわかんないけどっていう6、6、62とかないんですかって、69しかないんですかって、9番、2番めっちゃ叩いてたろ。えー、えー、62、6と2、 2はね、てか黒くねえんだよ、そもそも。あそこの段階で占い心境で考えてのをフルオープン提案8番含んで。まあ、確かに言葉でちょっとおかしな点はあったけど、俺2番黒く見ていない。だから62ってほぼねえんだよ。あるとしたらもう69だ。って思うな。2番やっぱ黒くないと思うんだけどな、俺。まあ、正直その占いを狼で見るという視点の仕方も9番はやっぱおかしいと思う。とりあえず6番は確定で黒です。えー、そうなって、え、5番も白なので、9か2。 どちらかに相方やっぱり9の方が濃いといったところえとりあえず6番に絶対投票してもらいたい以上かなとりあえず6番は釣り17かな3かなって言ったけどこういう時は合わせないといけねえんだ俺は絶対6番指定するぞ裏7番を釣るはありえないてか8番がムラだった以上今日6番釣らないと負けだ6番投票お願いします4番のプレイヤーは 発言してください,いや3番の言ってることがまずおかしい。え2番さんに対してあなた初日黒いって言ってるのに、2はやっぱり白いって意味が分からない。それ2はやっぱり白いってのは、やっぱりっていうのはなどういうこと違ったってこと ?1 週目の発言を決壊するって意味うるせえ、急に叩いたことはもういいんだよ、8つったんだから。まず5番から、2番を強靭で見るっていう発言が出たから、9番からじゃないんだ。 なんで9番にそんなに黒塗りしたいのかは分からない。5番から始まって5、6と便乗していって、え占いに狼が出てるんじゃないかというケースが出た。えー、しかも、えー、確かにこの乱ロ部屋では占いに狼が出ることがかなり多い点から、そういう発言が出るのが分かる。で、結局、えー、カレードがここまで出てなかったってことは、5番さんがカレードになる。 6番も、えー、彼と出てないってことは、6強陣8強陣の線がかなり高くなる。8強陣はないか。まあ、6強陣の可能性があるっていう以上ど言からつ言っても別にいいと俺は思ってる。明日 PP がないから。だから俺、今のところ、まあ、1の最後の発言は気になるけど、2は白で置いて、7、3で見てるけど、 6が強靭の線え、かなり濃いと思っている。英語カ軽いドだからね。そうなんだよな。うん、昨日と同軽い使用してない人はいないでしょ。おそらくこの場面で。だから6をえ釣った後にえ7、7 3をえ釣ってもいいんじゃないかと思っている。え両目線。1目線から。一目線からでも6黒はあり得る位置でしょ。一、うん、番3最後の発言からしても。だって5っ6ってうう、6、6。ありがだったらなおのこと占いあれだよ。6釣って3、7。うん。っていいと思う。 それが村は的にはいいんじゃないかな。もうは下がってもらいたい。はい。5番のプレイヤーは発言してください,い,ださいはい。えっ、ー、と4番さんハンターじゃなかったら僕も真っ先に釣り殺してますよ。6番強靭で追うなら7番オオカミってことでしょ。だったら7番偽確定してるんだから3番オオカミ、1番の真のラいシは3番黒で出てるんだから3番釣ればいいじゃん。6番強靭ってことは3番オオカミ確定するからね。4番さんハンターじゃなかったらもう真っ先に釣り殺してる。 えっとカリードレス昨日4番守りねえー、っと正直ねこの、えー、かなりむずいめちゃくちゃむずい6級がめちゃくちゃ黒くなっただろ6番さんに関しては投票放棄について全く言及してないよねで9番さんはなんでそんなに占い狼でロックしてんの俺は昨日4番でグッチャウが起きてるから占い狼の可能性まだあるけれども9番さんのその情報量,情報量で17占い狼でロックするのは盤面見えすぎてない9番さん強人なのって話 なんでそこまで確定的に判断できるのかすごいわかんない。それでまず7番さんのシーンを切る理由も薄いよね。6級のラインすごい見えたよ。昨日の段階では全く見えなかったけど。早いこの段階で6級のラインすごい見えたよ。で、1番さんは結局3番、7番のラインで追ってるなら、強靭イはどこなんですか強靭イの考察を全くしていないよね、1番さんって。そうだよ普通そうだよな。3番のラインで見るのはまだ1番さん目線わかるけれども、だったら強靭インはどうかな。そのしかったな けわかんねえなこれ難しいな3番さんが昨日6級のラインを追っていたのはおかしかったけど今日6級のラインすごい見えたね9番さんが占い狼に確定させるのはおかしいよそれにプラス7番のシーンを切る要素も少なかったよね6級のラインあるよ6番黒いしな普通にうん6番黒いよな,な、ね、俺今日6から行っていいかな6級のラインがやばい6級番がちょっと場面見えすぎてる 投票をはじめてさいそれでいいありえんオラじゃないべうん番のプレイヤーが選ばれました5に入れてるやつはい,いね6番 のプレイヤーは発言もね、はい、まあちょっと昨日の投票放棄と今日も結局放棄になっちゃったんですけどなんか僕バグってて投票ができないみたいで助けでしたんですけど治りませんでした皆さん気をつけてください、はいえー、でとりあえずまあ3黒は確定です、えー、でまあ7は人外なんですが、えー、そこがローで追うのかどうかっていうところが、えー、最後の勝負になると思いますでまあ5番3カリウドっていうことなので えーまあ、急に c うもないですし、さすがに乗っ取りというところはないと思ってます。えー、なので、えーまあ明日一番あ五番さん,番さん今日はです、ね、1番さん守ってください。1番さん守っていただいて、えーまあ、2か9占う形になる、あ、違うか、7占ってもいいのかな、だったら。<や>えーまあ、7が<や>えと、7占って、えー、もし人道的に、えー、29釣り切っていただければ勝ちなので、まあ、どっちでも一緒か。はい、なので、えーまあ、大丈夫だと思います。はい、1番さんがシンーンです。お願いします。 夜が来ました。目を閉じてください。え、これ2番ださい,いや、ワンチャンありますね。これゴートでつかんで9に黒を打つんで9つって勝ちかな。うん、そうですね、もう9つり<や>てか69ラインばっかりあるからな。よかったサ,ンサンマさんが昨日の時点で69ラインが見えてるっていう発言が出たからこうなっている、うん、多分。 素晴らしい本当にありがとうかっ,かったです。いや、めっちゃ、うん、絶対売ない新教だと思うんだけどな。うん、未強なら明日勝ちがある。 朝が来ました。昨夜死んだのは5番うん7番のプレイヤーは発言してる。てくださいはい9番黒で,す黒でした。間違いなく6 9ライン9の昨日の発言聞いてたから9は結局占いが。 オオカミで確定しているというふうに思考ロックをしていて、なおかつ次に、えっと、だったら7番が、えっと、そう、村人視点で3番占っているのがおかしいと言ってるのがおかしいと言ってる,ってるけど、全然つながっていない。そもそも僕がオオカミで終えている理由がまずないんだよね、そもそもね、そもそも。その視点でおかしいし、明らかに6をかばっている。で、あの番面結局昨日の投票も見てもわかる通り、丸分かり、人外大介助,助だよ。3に入れたのが1と9。うん、6、9、オオカミ、1、巨人だった。俺はやっぱり占いオカミは終えなかった。1は強人だと思ったよ。グレーに強人 ポイントは見つけられなかったから。きい、うん、て,てね、きょうは9つってください。9つったら勝ち。村人ビト J の勝ちです。村人ビト J の勝ち。9つって終わり。で、うん、そう、終わり。だから9のクロス今あげたから一応言っておこう。4番、ハンター、君に言っておく。4番はまずそもそも発言がおかしい。1番がオオカミだったら、オオカミはオオカミに白を出したい。だから1番はオオカミではないという発言をした後。 えっと、7番が5に、えっと、白を出している。で、4番の発言だったら75黒で追うべきところなのに5を強陣と言っていた。もうそこの時点で違うじゃないか。狼だったら狼に白を出したいと言ってるのに5を強陣で見ているところ。うん、よくわかんない2が。2を強陣塗りしたから、全然理解できなかった。だから4番の人も正直おかしい、うんうん。正直昨日6釣れると思わなかったよ。ありがてえ。これで勝てた村人ビッ陣は6と9が狼だった、うん。昨日の段階めちゃくちゃつながってただろ、6と9のラインは。で、案の定。 急に黒だった、ってことでね、占いに強人でしたと、9番つて,ておりです、お疲れ様です。9番。のプレイヤーは、発言してください。これ負けてね、PP で負けてるんじゃないの、負けてたら、もう知らないけど話も、話。たら負けです。は、えー、っとね。うん、まず3番が。三番がなに、えー、っと、狂人視点で話をしたり、占いに強人を負わしている。 俺が占いを狼で追ってるのがおかしいという発言をしているよね。占いを狂人で追うのもどういうのおかしいんじゃないですかじゃあ、うん、占いを狂人で追う,追うのとはおかしい。サンパンが占いを狂人でロックしているのがおかしいという発言ですよね。うん。別に占い狼でロックしていない。1が占いで狼で考えているから3を占うのは自然だという発言をしていますが、37狼、2教じだったら負けなんだよね。 うんで、そうでで、まずね、6級ラインがあるという発言をしている3番。えっと、まず、あ、6級ラインがない状態で、6級ラインと言っている。で、昨日の発言で、俺が3番黒すぎるから3を釣りたいという発言で、6級ライン。後付けだよね。先に色を塗っておいて、6級ラインと色を塗っておいて、発言を聞いてが6級に見えてるだけでした。 うん、3番の発言って、客観的に見てめちゃくちゃおかしいですよね。62ラインがなんでないかという説明、1回も聞けてませんが、62ラインがないという説明、1回も聞けてませんが、昨日の発言、69ラインの言及してから、62ライン、う,ん,うん、で、6は二はやっぱり白いよねって、白くなかったでしょ昨日、昨日の発言の時点で。3番は2を白く置いてなかったでしょ。急に62ラインがない理由、一つも説明していないんですけど、うん、PP じゃなかったら3つってください。以上です。 1番のプレイヤーは発言してくださいはいまずちょっとお腹痛いんだけどもえー、っとね9番さんがちょっと待って呼吸しづれはいすいません、えー、9番さんが初日3番さん叩いてたから、まあ、3系のラインはないでしょだから7番の強人5枠の線は薄いとほんでそうそう5番さんに言いたいんだけど あのだから2号強目が見えたんだよね1周目でそんだけ狂人塗りするんだと思ってだったら7番狼もあるんじゃないかなって俺が発言したんだけどそしたらみんな村がなんだっけ占い狼をカ始めておかしくなったよねすげえ違和感あったで9番さんにも言いたんだけど占い狼占いの教授もどっちもあったんじゃないだから俺はどっちもあるんじゃないって言い方したのになんかものすごいなんか村が狂人で見るべき派閥と 狼見るべき派閥が来たよねで、2日目に7番さんが、俺がオオカミだけで見られてるのおかしいだろってすんげえ激行するから、それって37オオカミって自白してるのと一緒じゃないんですかっていう、まあまあ割と雑なりでもあるんだけど、本殴りでもある殴りをしたんだよね。うん、以上。で、えっ、ー、とね、2番さん、白で、でもなんかさ、3, 3番さんのクローズをもっと上げるべきって1番さんの言ってることよくわかんないって今の説明で多分2番さん分わかってくれたでしょ。うん、俺は別に <laughs>、占いオオカミ 見見ててももいいし見なくてもよかったんだ,だ25が,、えー、が今日の線を追うから、えー、どうのこうのそれから6番さん5番さんの便乗でしたよね、うん、今日そういう狂人もあり得るってだからみんなが強強ってクレーンの中で追うからあじゃあ占い狼ありえんじゃねえのって思ったんだよねで2番さん狂人だったらもう負け今日は絶対3番いってください以上 2>, 2番のプレイヤーは発言してください、うん、はい正直1周目の FO 発言だけでなんでこんな自分狂人で見られてるんだろうっていう 考えなんですけど1番さんはき、えー、今の発言を昨日言ってほしかったで9番さんの今の発言で6人ラインって絶対ないでしょだって昨日、えっと、6から始まって7以外は全員3釣りをしてるんですよそこで自分が流れ変えて6黒いって1の方が新目ないって言って6釣りをした、えー、自分が6人狼やだったらそのまま3釣りをしてるんで,、うん、うんで気になるのはてか6番さん昨日遺言で、えー、ってか8ってもう村の認識で村ですよね さすがに8が陣外で走らせるとは思えないので、8は白でしょう。うん、村目線もそうだと思う。ってことは、6番さんが村であれば、昨日、つらいた時点で明日 PP 来るっていう発言が出るはずなんですよ。それが6番さんから出てこなかった。その、うん、だから6と8、今日 PP がないってことは、絶対どっちかで陣外が落ちていて、え濃厚なのは6で。6が黒だった場合は、えー、7、1の後ろが新居になって、6、9というのが濃厚。うん、ただ、気になるのは、6番さんが2日連続で投票放棄している。まあバグって言ってますけど、 うん、なんか占いオオカミを追ってる人が多いのと、えー、そのと2日連続の投票放棄っていうのが6番差の強靭アピールとも取れる。だから占いの内訳、7一が信教だった場合は6級オオカミで終わる。ただ、6番差の陣がめちゃくちゃ硬い、えー、PP 発言が PP が起きるっていう発言がなかったことから 2>、うんえー、2日連続の投票放棄で6番差の強靭っていうのも確かにある。だからそうなってくると、えー、7一が信教で6級オオカミ、もしくは まあ3の相方で7で6が強人っていうパターンもあるだからめちゃくちゃ難しいうんでも9番さん昨日からめちゃくちゃ黒いんだよな6二ラインは絶対ないですよね、うんうん、自分が6つ流れ変えて釣りをしてるんだからうんちょっと3番さんの発言聞いて3か9どっちかに入れます3番のプレイヤーは はい。まず、この村はハンターのせいで負けそうだった。え、5番の、え、話でちゃんと6級ラインを見るって話が出た。これなかったら正直負けてる。昨日俺釣られたら負けてんだよ。え、8番は村陣営だ。え、で、6番と9番が狼で1番が狂人であるということ。2番が6釣りを押していて26ラインってのは絶対にない。そもそも7番から始まってんだよ、この村。なんでさ、占いをさ、狼で見てんの普通に考えて新狂だろ。そんなこと考えな最後でいいんだよ。 はっきり言って4番お前先般だったぞ今日絶対9番行ってくれえ9番に行かない場合今日俺つっちまうと明日 PP で負けなんだよ9、えー、狼1狂人でもうこれは見えてるからなで2番ていうのは確定で村陣営7番は真の占い師です昨日6番行かなかったら絶対負けてたんだよ とりあえず、えー、6と9のラインは初日からあった。ちゃんとアピールしとくな。えー、6番っていうのはそもそも占い狼とか言い出して、えー、結局5番って狩人なわけだろ。新教じゃねえが占い。で、6番っていうのは、えー、そう言った、えー、8番狂人とかも言い出したんだよ。で、 え、じゃあ、占いに狼が出ているんだったら4、4 5ってすげえ怪しい位置に入るにもかかわらず、そこの指摘がなかったという点、8番強で見る。そして8番が、え、C をなく釣られたという点、これ村なんだ。で、9番っていうのは、それに対して6番に対して全然言及しなかった。2番と3番が黒いって言ったんだよ。6番の視点だな、初日からおかしかった。そこに対して怪しいという疑問を抱かなかった9番俺。俺69ラインめっちゃ見てた。え、それが言いたかったって話だ。で、2番に関して、えー、 そう6番釣りを押していただてここで絶対ラインがないという点ラインが濃いのは圧倒的に6級であっただから昨日俺6番で2はほぼ相方ない6級だと言ったら結果7番が9番占って黒が出ている今日9番釣られたら絶対負けた村は今日は9番投票お願いします間違いなく9番で勝てる4番のプレイヤーは発言してください それについて3番は7番さんの5番7番さんの白先である5番のあれを抜いて6番のことからか始まってるんでそれがおかしい3番のおかしい点、ね、それから2番さんは昨日急に白かったといった時点それについての説明が今日なかったさあ9番も黒いし7番さんに関して7番さんに関しては俺の発言を吐き違えてるというか自分のいいように解釈しすぎて それが、えー、2生目、うん、6は強靱かなり高いでしょどう考えても投票放棄2回してるんだよ強人で <laughs> 人狼で投票放棄するわけないし強人アピンしか見えないしもそもそも占いにオオカミ出るっていうこと自体が強いんだよこのゲームそうなった時に一番見えるのが73なんだよ1からのオオカミに19オオカミ見えますか16オオカミ見えますかっていうところ俺は全く見えないだから96だっ,ってそうなったらもう絶対73しかないんだよ うん、3番さんは結局最終日パッションでしか押してきてないし7と3に関しては俺に今日殴ってきたよねその意味あるか説得するならまだしも先輩に俺のなんか出現を殴ってくるっていう九9番入れないと負けだぞ、うん、7番さんに関してはその位置であれば今日 PP かもしれないという発言が出てもいいはずなのに出なかったその点で7番さんが偽戦目が高い俺は今日3番さんに入れる以上 投票を始めてください。あやだおめえそれ負けだぞおめえ。明日ピー p ーぐる3番のプレイヤーは。 4番マジで落ち着けえーまず今日 PP かもってお前発言したかありえねえだろ普通に考えて1番強人6番9番狼なんだからお前把握漏れだよそれはえー、で9番の黒要素っかいそもう一回あげるぞ LINE が濃いっていうか6番と9番の LINE が初日からがっちりあったこと占い結果でも6と9が黒のことえー717番から始まってんだぞこのゲームお前レア系の王かよ占いで普通に考えて5番が言い出したんだったら5番が強人だと仮定しよう、まあ、ありえ 5番カリウドだからそうなった時に占いオオカミかもしんねえよだから6番強で追うって言ってたのがあ6番の投票これはオオカミだよ6番がそう見せるまあそうやって言うとちょっと微妙だけど6番9番がオオカミなら間違いないんだ9番に行ってもらわないと困るここで9番に行か,かなかったら明日負けんだよ最悪処刑ないならそれでもいい明日39番のクロースもまだまだ言える俺は、うん、とりあえず9番に投票してくれないこの村は絶対に負けだ9番投票お願いする9番のプレイヤーは 発言してくださいまず6番に指摘がないのは7番ですよね。7も1日目の2週目、6番に指摘してませんが、そもそも6番に6番週1日目の発言、5番も2週目に発言しているけど、6番二週目の発言1日目の週目の発言、色は落ちてませんよ。と思っている。5番も指摘していないし、7番も指摘していないよね。そこに対して確かに 5, 5番が指摘していないこと、2週目に指摘していないのに、 彼リ使用するまでールラインは見えなかったの。なんで指摘してない人間は俺以外にもいるがールラインは見えないの。7は僕に突っ込んでないけど、そこは怪しくないの、3番さん。その1日目の話1日目の話でね。<laughs> っていうのが疑わしい。ただ、ことだけ上げてそれを言ってるのが疑わしい。で、うーん。でだ、えー。<laughs> 7がねオ、ね、が狼じゃない理由が最初に使用したからって言ってるけどそれは理由になってないですよね7狼1シーンだったら2から6に狂人が潜伏する、ね、あり得る話ですよねんでそれはあり得ないんですか ?7 番が最初に使用したから狼を全く追わないという視点がまずおかしいじゃないですかえ別に狼を追う視点自体が別におかしいという発言がまずおかしい狼も狂人も追えるけど オオカミも狂人も終えるのに普通は信教という発言が3番から出てるから俺はオオカミで追うっていう発言をしてるんですよ。3番が信教で普通信教で追うって何の理由もないよね。村を全体を信教で追わしたいっていうようにしか見えなかった。だから37オオカミが一番濃い。だから3番に入れてください。以上です。一番い投票を始めてください。<laughs> 俺も入れやんかな、これこっそり。ツールで。 9番のプレイヤーが選ばれました。<laughs> やったぜ。9番のプレイヤーは発言してください。今来ました。黒かったか。つまん。よかったー。夜がきました。目を閉じ これ6強人だったのかな四、ね、4番ってなんで昨日6に入れたのになんで今日いきなり手のひら返して3に入れるとか言ってきたのかがマジでわかんないんだけど,ど何番何番 ?4 番 ?4 番はいなななん意味がわからないいや4は6を強人で見ていたから強人もあるからっていう3狼で見るまあ5番がめっちゃ突っ込んでたけどどうなんだろう、うん、6番強だったのかな 今日だと思いますけどね,よねそうだよねこれはお疲れ様でしたお疲れ様です、うん、占いって心境じゃねー 朝が来ましたあっぶねー昨夜死んだのは2番ゲーム終了人道の勝ちですああ。 心境で見るなーあー6ちょっと攻めすぎだね怖かったー3か7まあそうやな鎮守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  うん俺の発言でまあそうだね露骨っちゃ露骨だけど俺の発言は狼占いっぽいナナさんは確かに濃い <laughs> ゃシー